NPO 法人札幌カラス研究会中村です。2020カラスの繁殖を語るシリーズまだ続けてますここもですね、街中ブト君です。そして毎年ね、ここのブト君、さあここ何年かはずっとこの木なんですね。たまにちょっと離れたね街路樹だけど作ることあるんですけど、だいたい最近この木で今のところ剪定されてないので、この樹高を保てているのでなんとかなってるのかなって気はします。ただやっぱりですね、そのビルと接しているので、どうしても春一番ですね、あの巣があると、まあ、大体同じビルの人から通報があるってパターンで、4年ぐらい前はね、ひなが降りて結構大変なことがあって捨てひなされちゃったんですけど、ここ何年かはですね、うまくいってないですね。今年もですね、ひなの給仕してたの見たんだけども、やっぱりね、やめちゃって、それっきりわからないです。おそらく失敗したんだと思うんですね。それ以降騒ぎもなければ何もないので、そのまま終わってしまったと思います。で、今年多分この辺一斉に剪定入るはずなので、ちょっとね、来年以降わかんないんですけど、ブト君頑張ってほしいなと思います。それでは。